厳しい現場っていうのはインフラ工事とか鉱山事業っていうのはみんなやんなければ社会が成り立たないと。だからそこをなんとかより安全にしたい、より人間が少ない関わりでできるようにしたいと。当社の IoT の取り組みを長年支えていただいているパートナーの皆さんと一緒に新たなプラットフォームの企画運用を行うことで合意しました。その新たなプラットフォーム、それをランドログと名付けました。オープンで誰もが未来の現場の実現に寄与できるプラットフォーム。デザインシンキングというのもシリコンバレーで聞かせてもらって、このアプローチも非常に面白いと思ってまして、すぐこれだと思って SAP さんに入っていただいたということです。まずランドログに入っているデータを使いながら、あるいは工事をしている結果をランドログに登録する工事の期間も短くなるし、あらゆる意味で自然環境に与えるダメージがちっちゃくなると思うんですね。お客さんが困っているのをどう我々が解決していくのかっていうのが社会的な役割だと。で、社会的役割がない企業は消え去りますよ。